ケイちゃんチャンネルで僕らは育った。ケイちゃんチャンネルの子供たちだ。はい、ケイちゃんチャンネル、ケイちゃんチャンネル始まるぞ。パラパラ、パラパラ、ラーラー。ラー、はい。おはようございます。ここどこですか？どこですかじゃないですよ。あそこに富士山、あそこに富士山があるやつです。キャンプ最高。ゆっくり歩いてください。あいや、ちょいちょい、だからこうやって来たらまあガラッと変えてみて。びっくりなって、本当にいつも山形に後期行ってくれてありがとう。もっと恥に行かねえとダメだってでしょ。何聞いてんの。よかったにゃ。ケイちゃんが一人でやって俺に任せろみたいな。だから夜道よ。何をしてんですか、そんなたちがぐちゃぐちゃになって。稲田先生、自分でつけれるから。無理でしょ、今手伝ってんだから。今つけに来なくていいでしょ。もう夜でしょうが。後であの自分でつけてるでいいです。何やってんの。何してんの。つけないと。何をしてんのよ。リオト見るな。全然見て。つけれるから。リオトめっちゃ笑ってる。リオト君見るな。いい感じですか。やぼなこと聞く。もっと簡単につくでしょ。つかへんてんね。ついてるやん、もう。ついてるやん。なんで時間稼ぎしてんの。何せえだろ、お前はバカ。でっかいこれボタンが出てこれ分からない。ついてるって。ボタンが。ついてる。トン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 はないやつ。トントンはないやつ。うるさいな。気持ち悪いな。どこにボタンあるんですか。あ、教えましょう。ありました。大丈夫、見つけたから。自分で見つけたから大丈夫。はい、ありがとうございます。今もジェラス。いや、ジェラスしてないよ。ちょっとやめてよ。高いワインでも飲もうや。リオとママジェラスなんかして。飲もうや、飲もうや。リオあったかいワインでも。リオと。リオと。ママジェラスなんかしてない。ママジェラスなんかしてない。あったかいワインでもな、飲もうや。してないからジェラシーなんかも。リオト、そんなとどこってな、いろいろなんか。ハロサクライズ、これは山形だな。美味しそう。美味しそう。姉ちゃん、ひ姉ちゃん。大成功。ひろと、すっげーのできたぞ。なんか頼むわ。いただきます。うまい。うまい。すげえだろ。おいしい。うん、いいでしょ。おいしい。おいしい。おいしいです。焼きそばなってます。焼きそばね。どう、うめえじゃん。よかった。これ孫さんの自信作です。自信作、ちょっとこれいってもらっていいですか。シチューどうですか。うわ、うん、うわ、うわ、いいっすよね。おいしそう。シチューいいですよね。もうできましたね、これ。うわ、ちょっと硬い部分もちょっと硬い部分あるけど、なくはないけど、まあここからでも全然いける。
先生の肉ですか。これ先生の肉ですか。すごい。記念時計つながってる。うわ、これ船だな。これあれでやった方がいいじゃない、エバラ。先生。はい。めちゃくちゃうめえよ。美味しいんですよ、これ。塩コショウだけで。よかったー。皆さん、シチューが出来上がりました。こちらのストーブの上まで来て、皆さんすくって持ってってください。すいません、あの向こう肉焼いてるんで、肉の方が人気あります。あのね、シチュー食べれないかな。皆さん、はい、シチューが。今こっちやってるんですよね。はい。吐き出しのポジション。美味しい。うわー、この肉すごい。すげー。やばい。うまそう。ステーキが。最高最高。うわ、美味しそう、ステーキ。何それ。俺、とりあえず九州のライトがいるね。ライトが。うん、ライトが。こんなに作ってさ、誰も来ないって。僕だよ。素直に肉いった方がいいんじゃないですか。え、素直に肉いった方がいいんじゃないですか。これもシチュー、シチューで肉はシチューと真珠じゃん。シチューと真珠。うまい。これはごっついよ。これは塩コショウでいいかも。はい、伊沢さんも食べた。塩かかってる。あ、ここに塩があるんで。これか、鬼殺し。ここね、鬼殺し、うん、鬼殺し、鬼殺しを。おいしい。肉、こうしてこんなになったかな。ほんとうまいな、っていうな。赤いか。うん。ヨト君優しい。こっちの方がおいしい。めちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます、先生。なあ、前ね。その前にみんなシチュー来いよ。その前にみんなシチュー来いよ。すごくない。おお、美味しい。肉美味しい。いい肉だこれ。これはいい肉だね。肉が落ちた。あ、肉が。肉落ちたよ。わあ、シチューが。砂利の味。なんだよこのシチュー。砂利で落ちた。なんで人参ジュースを麺につけたの。苦労もいっぱいしてきて。とかお願いできませんかね、先生。先生、痩せてくれたら考えます。ほら、これ出ましたよね、痩せてくれたら。先生、なんとか、山本を。まあ、先生もさ、マッコイがこうやって言ってんだからさ、まあ、力になってやってよ。先生、これは本当に俺はさ、俺が言うのもなんだけどさ、マックイっていいやつだからさ、だからマックイ言うこともさ、ちょっとやってよ。俺の顔に免じて、マックイの作る。な、マックイな。本当にすみません、まあ、こんな人ですけど、ちょっと、人望はありますので、今回一つ、山さんと一緒になってもらえたらなというのは、もう本当にもう僕は、頃から思って、まあ正月こんな僕も1日からこういうとこいるんで、ちょっと心がピュアになってるので、一つうちの山本をなんとかお願いしたいなと。よろしくお願いします。ごめんなさい。いや、なんそんな急にですか。いや、もう考える余地もないですかね。もうだってずっとこの下りやってるんで。いや、先生、違うんです。今日僕いるから、はい、信じてください、はい、この人照れてるんですよ。で、企画に載せないと言えないんですよ。で、今日はこれ
企画じゃないと思っていつもこんな感じでって言ってるじゃないですか、はいはい、違います本当に今日は来ていただいたのでそんなこういつもそういう感じでね茶化されるのも嫌ですもんねそんな。いやもう本当圭一山本圭一は本当に先生を大事に浮気なんか絶対しないと思いますしなので本当に僕からもいつも喧嘩してるんですけど今日は本当に山さんのどうしたバナナスムージー作ってくれる。あ、バナナスムージーおい姉ちゃん、はい、バナナスムージー作りたい、はい、お願いします。はい、わかりました。すいません、ちょっとなんか先生悪いね、なんかこんな風にさ、普段ほんとマック行ってさ尖ってるって言うけどさ今日は多分もうこういう、ね、富士山の前だし星空の下だし火の前だしさ本当に正直な気持ちを多分いや言ってくれてるし、すいません、うん、本当に昨日明日ちゃんと蹴りつけるわと僕らに回ってないところで言ってましたんで、野川先生うちの山本を旦那にしてやってくれないですか。ごめんなさい。いや飛び込んだろかお前火の中に山本さんが、山本さんがわしが飛び込んだろか。チャーシューになっちゃう。チャーシューになっちゃう。何やお前ヤマさん、違う、俺が言ったからいけないんで、ヤマさん自分から言った方がいいわ。そうや、あ、そうか。じゃあちょっと俺ら席外さ、カメラも据え置きでした方がいいんじゃない。そうですね、あ、もうちょっとこっちに、こっち来た方がいい。いや、ママどうですか最近。なんていうんですか、プライベートの方。プライベートの方は何特に。ですよね。はい、見ててわかるんですよ。見ててわかるし、やっぱりね、あのツイッターとかね、インスタの上げ方で、あ、また何もないままと。今年を迎えたんだなっていうのそういうのもう分かるぐらいになっちゃった、はい、まあ、今日はね、本当にこうやってキャンプ不要になって、まあ、昨日ちょっとマツコイがね呼んでみたらどうですかみたいな話をして、まあ、まさかね、それで先生がちょっとね、なんか年末年始とお忙しいみたいな話もあったんでどうかなと思ったんですけど、まあもう3日明けだったんで、サルナさんも来たりして、でもサルナさんはもうそういう方ですから、まあ、あれを避け置いて、サルナさんはサルナさんで多分そういうのは、まあ結局ね、先生がね、いろいろな人にこう気が終わりな雰囲気のね、インスタとかね、そういう発言をされたりとかいろいろしてるじゃないですか。私はね、それ良かれと思って、まあ、どうせ無理なんですよっていうのを分かった上で紹介をしたり、分かった上でこう、それってどういうことか分かりますか。ちゃんとあなたの前に一人いるんですよっていうことが私は言いたかった。まあちょっといい。ちょっと忘れちゃったんだよ。ちょっと、ね、メモってたんですよ。はい。
僕からの気持ちですから。友達は多くても少なくてもいい、本音を話せる人がいるなら。年収は高くても低くてもいい、幸せに過ごせるなら。家は広くても狭くてもいい、自分に合っているなら。物を増やしても減らしてもいい、大切なものが分かっているなら。頭が良くても悪くてもいい、周りを喜ばせるなら。性格は明るくても暗くてもいい、個性の一つだから。化粧は厚くても薄くてもいい、自分の魅力が伝わるなら。子供は褒めても叱ってもいい、愛情が伝わっているのなら。夢は小さくても大きくてもいい、叶えられるなら。人生は長くても短くてもいい、本当に後悔しないなら。ありがとうございました。もう分かりますよね。だったら結婚しましょうよ。先生、今もう一回言いましょうか。今の人生は長くても短くてもいい、本当に後悔しないなら。結婚しましょう。すいません、聞こえませんでしたけど、今なんかすごい言ったものに対して何か言われたような気がするんですけど、ちょっと早すぎて速度が、すいません、すいません。どうしました？ごめんなさい。ありがとうございました。脈あるな。ありがとう。じゃあ寝るわ。おう、おやすみ。いいところだろうな。テント行ったら稲田先生泣いてたぞ。大丈夫？いや、大丈夫だよ。で、話と違うこと言ってたぞ。え？何が？気持ち悪いって言ってたよ。じゃあ、だからあれじゃない、ちょっと飲みすぎたんじゃない？すごい今、ファンデーションしてるけど、あー気持ち悪いって泣いてた。何かやったんじゃないの？なんもしてない、だから。なんかちょっと、ホットワイン飲みすぎたんじゃないかな。本当か、お前。本当、俺別にそんな変なことやってる。本当か。そんな変なことするわけないんだよ。すっごい。泣きながらファンデーション塗って気持ち悪いって言った。多分あれなんだろう。今日昼間ちょっとこう何？もううまくいってねえじゃねえのか本当は。いってるだろう。なんか稲田先生が。なんどうした？帰りたいね。今日どうしたらいいかな。バスねえしもう。だってうまくいってそんなことある？いやだから分かんないそれは。何ですかうまくいって。じゃだからまあああそうかだからお前言ってねえなうまくこの野郎。何があったんですか。いやなんかこれだって言ってたからこれなんすか。ちょっとサリナさんちょっとここ行ってください。もうあれかもしれない。あのちょっと俺探してきます、ね。何があったんですか。まあ、何っていうわけじゃない。ちょっとママにね伝えたいことがあるんですよ。ちょっといいですか。
書いてきてるんで、覚えてる。ちゃんと真面目に聞いてください。ママ、結婚しよう。ごめんなさい。え？ごめんなさいでしょ。嘘でしょ。絶対ごめんなさいでしょ。なんで絶対ごめんなさいの？同じこと言ってたでしょ、さっき。いや、ちょっとあれは予行演習で全然関係ないです。同じこと言ってませんでした？言ってません。稲田先生にも言って、私にも言ってるんです。稲田先生呼んできていいですか？あ、もうだって最終でバスで帰りましたから。いや帰りたいけど帰れないっていう相談をしたんですよ。やめろって。山本さんだけやめろって。ママなんであかんって言ったん。リオットが怒ってる。リオットがめちゃめちゃ怒ってる。リオットがめちゃめちゃ怒ってる。バット持ってた。ね。リオットはもう本当。え？リオットが怒ってんの？怒ってたよ。リオットのとこ行ってくる。リオットのとこ行ってきます。俺も行こうか。いいです、来なくて。男は辛いよ。昨日ね、はい、まあちょっと売れなかったシチューをタイミング悪かったです、うん、タイミング悪かったっていうとさ、みんなさあっちでファイヤーでさ焼肉大会みたいなされて焦げるからあっちの風で決まってるでしょ。こっちなんか安定のシチューだからさ誰も手出さない、うん、全然減ってないですもんね。はい、ありますか。みんなで食べるものがこんなに大量に余るってこと。でまた夜も夜でさ、はい、ゴソ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 ずーっと起きてさ、うん、ここ俺寝てるっつうのにさずーっと暖取ってさ喋り続けてるんですよ。迷惑ってあれしますか。キャンプってどういうことか分かりますか。暗くなったら寝る、明るくなったら起きる、でだからざま見ろですよ今日、うん、曇ってて富士山隠れてますね。シャリナもそう、うん、稲田先生もそう、聴衆に言ってね、俺の告白はああいう風な形にするから富士山も怒ってます。マウント富士が。これあれじゃないですか、ケイちゃんの心模様じゃないですか。ああ本当そうですよ。私の心模様を表してます。当初はね、なんか知らないけどみんなワクワクしてさ、うん、山さんと一緒に稲田先生が寝ればいいとかいろいろ言ったでしょ、うん、なんで寝なかったんですか。結局さ、俺認めと寝てます。起こしたのか。モーニングモトスコです。お、特にやりたいのはどっちですか。稲田です。ごめんなさい言われましたもんね。ごめんなさいだな、あの速度、ごめんなさいの速度、あれ多分日本記録ですよ。
食いなみ行ったろか、ほんま。先生、おはようございます。もう朝ですよ。おはようございます。シチューができました。シチューができました。どうだった先生、耳耳どうしました。メイクしたまま寝たんですか。メイクしたまま、そんなキャンプなんで、はい、メイクも落とせなかったんですけど、ちょっとおはようございますとカメラの前に見せてください。ちょっともうおはようございます。もう声もガビガビです。声もガビガビですって。嘘でしょ、なんで、見てください、こんな寝れましたわ朝からね、はい、富士山も全く見えませんよね。富士山もね、はい、怒ってます。おこですよ。おこですか、富士山。何してるんですか。アシカショーじゃないんですか。アシカショー。何をしてるんですか。太陽恋愛。太陽恋愛で曇ってるじゃないですか。ただの雪ですよ。よかった、一緒にならなくて。そうでしょ。毎朝毎朝ラジオ体操されて、何太陽礼拝だっつって、太陽もないのにさ、なやれてガチャ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 。よかったですよ。翔さん、はい、これストーブもうこの上でやりましょう、はい、もううどん入れます、はい。うわ、仕事ない。仕事もね、今もなくて。でもしょうがないから、そういうの。はい。我慢。はい。まあ、我慢するしかないから。頑張ります。頑張ってよ、お兄ちゃん。はい。私もね、ずいぶん今仕事ないから、こういうことしかやってないから。あ、そうだった。うん。でも、ありがたいです。いただいて。おい、元気出して。ありがとうございます。あったけー。ありがとうございます。お兄ちゃん、はい、仕事ない。仕事ないです。正月から。よろしくお願いします。頑張ってるね。はい。シチューぐらいだったらいつも食べれるから。はい。シチューか、雪。ね、すごいですよ。今日はもうね、10時にやってます。雪積もりますから。やばい。登れなくなる。そうよ。人いると美味しいですよね。私はいりません。鬼殺し。あれ味覚バカだな。ずっと怒ってるんです。先生に振られたら、振られてからめちゃくちゃですね、あなた。何ですか。うI don't know.
雪だー粉雪でララ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 ラ朝これ何時ぐらいか7時ぐらいから今降り出しましたよね。あっという間でしたね。あっという間にこれ降ってきたんで、これ我々もう帰らないとやばいですね。やばいですね。はい、今日夜あの MBS ラジオとミクチャがありますから、はい、ちょっと早めに帰ってあのいろいろ片付けるものとかもあるんで。わかりました。はい、谷田さん、谷田さん、リオト、もう雪、雪、おはよう、サリナ、嘘、サリナ、もうやばいよ、あなた帰れなくなるよ、帰れなくなります、いいの？大雪よ、ほら、大雪。もう早めに出ないと本当下道で帰らないといけなくなるよ。あなたたちの車下道で帰ったら5時間ぐらいかかるよ、うん、大丈夫でリオともうあの外れてるから下もう本当に砂利の上で寝てるよあなたかわいい上から滑ってきてるよ。もう我々も起きたらもうみんないないかもしれないからね知らないよ。ダメ、一緒に帰るよ。帰るよ、閉めましょうもう一発やおしまいですそうです、私が変なおじさんです変なおじさん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 ダウンダウンチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。